東舞鶴駅は京都府舞鶴市浜城にある西日本旅客鉄道の駅である。京都府北部における行政、経済の中心都市である、舞鶴市において拠点性を持つ駅の一つである。舞鶴線と小浜線の終点であり、2012年3月17日改正時点では、小浜線の初電、終電以外のすべての列車が当駅で折り返す。舞鶴線は福知山支社、 オバマ線は金沢支社が管轄しているため、当駅の上り場内信号機に両支社の境界表が併設されている。すなわち、当駅構内は福知山支社の管轄である。京都駅当駅間を特急、舞鶴が1日上り7本、下り8本運転されており、いずれも当駅が終着駅となっている。かつて新舞鶴町の地に、後に 東舞鶴市と呼ばれた舞鶴市東部は、1901年に日本海側は唯一の軍事拠点として開府した舞鶴沈事府を中心にして、軍都として急速に発展した町であり、第二次世界大戦まではたびたび皇族が訪れたことから機品室が設置されるほどの大きな駅舎を有していたほか、戦後は大陸から舞鶴公営の引き上げ者が当駅より各地へと帰還した。 現在は京都府北部における行政の中心都市として観光庁が集中することから出張利用が多い。なお1972年までは中前鶴線などの支線や多くの留置線を有しており構内は広かったが支線は高架化に伴い撤去され現在は跡地に高層マンションなどが建設されている。当駅の前後駅は距離が長い。 現在の駅舎は1996年の高架化に伴う建て替えで新築されたもので、島式ホーム一面二線を有する高架駅。駅構造は途中駅の面持ちである7両編成に対応。基本的にホームの西舞鶴よりに綾部方面駅が小浜よりに鶴ヶ方面駅が停車する。同一線路に小浜線の列車と舞鶴線の列車が重列停車することがある。 ホーム上には待合室と飲み物の自動販売機がある。改札を出て1階にはセブンイレブン待合室舞鶴市観光案内所がある。1階の改札からはエスカレーターとエレベーターが設置されておりバリアフリー化されている。始発から終電まで終日駅業務が行われる。直営駅で緑の窓口設置駅。駅舎入り口にあるガラスの三角屋根は ヨットの方をイメージしたものである。2021年3月13日より、綾部方面で、アイコカ等の交通系、IC カードが使用できるようになった。オバマ線オバマ、鶴ヶ方面は、アイコカ等の交通系、IC カードは使用できない。マイズル線、オバマ線ともに乗り場は決まっていない。1番乗り場が、上下本線、2番乗り場が、 上下副本線という扱いとなっており、一応一線スルーとなっているが、当駅で双方向に折り返す形となる。オバマ線の列車のうち、始発列車と最終列車一往復は、西舞鶴駅発着のため当たり駅より先に行く。夜間留置の設定はない。そのため当たり駅西舞鶴駅間に回送列車がある。1日の平均乗車人員は以下の通りである。 平成29年度の1日平均乗車人員データは、国土交通省に島いずる駅東口、未利用地活用サウンディング案件店舗資料より、北口を出て少し歩くと商店街が広がり、徒歩10分程度で舞鶴東港に至る。また、高架化に伴い建設された南口の周辺には、ショッピングセンターなどがある。南北とも、駅前ロータリーが設置され、 北口ロータリーからは、京都交通バスによって、市内各地へ連絡しているほか、大阪、神戸山の宮京都方面への高速バス乗り場、タクシー乗り場があり、休日には観光周遊バスが運行される。新日本海フェリーが発着する、舞鶴フェリーターミナル、前島埠頭へは、車で約7分。他客機には、北口より連絡バスが運行される。また、北口では、 11月下旬頃から2月下旬にかけて、舞鶴高専の学生によるイルミネーションの展示が行われている。バスは北口ロータリーに発着する。特急、舞鶴の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。